本日はショートピースプロジェクト制作発表会にお越しいただきましてありがとうございます。ショートピース以上8名のクリエイター陣の皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。僕らもう始めたのもちょっと随分1年か2年ぐらい前になるんですけど、全ての作品が揃って皆さんにお見せできるような状態になりましたので、この作品が成功するように皆さんにいろいろ宣伝していただきたいなと思います。最初は本編をやるつもりで声を思ってたんですけど、いろんな事情があってオープニングを担当するようになりました。4本の作品の橋渡しになるようにいろいろ考えて作りました。若手ということで、今回参加させていただいて一番最初に作品を作らせていただきました。そういった意味では作品の中で、オープニングの後の次の作品となりますが、楽しんでいただけたらと思ってます。基本は立体造形をメインにやっているので、本格的なアニメのお仕事というのは今回が初めてだったんですけれども、森田さんのおかげでとてもいい作品ができたのではないかと思っています。ストーリーの方石井さん、キャラクター原案の方貞本さんとなんかちょっとすごい方々の力をいただきまして、話を作ることになって緊張して作品の方も作らせていただいたんですが、皆さんに楽しんでいただけたら幸いです。この作品は割と前から持ってた作品で、いつどこで発表するのか分からなかったんですけど、今回の企画にちょっといいかなということで安藤監督に作っていただきました。素晴らしい出来栄えだと思います。おとも組というのはあまり馴染みがなかったんですが、原作はおともさんの大変有名な、当時読んだ人は決して忘れられない原作で、スタッフもおとも作品を作ってきた優秀なスタッフでしたので、いい作品に仕上がっていると思います。僕らオートマファンの中ではカルト的な人気のある作品でしたので、キャラクターデザインとして参加したというよりも、むしろオートマさんの原作とスタッフの皆さんの間をつなげる橋渡しのような役割だったと思っています。この日の用心、どのようなコンセプトで作っていこうというふうに考えられたんでしょうか。最初からその短い作品ということでね、10分ぐらいですんで、やっぱりやるなら、時代劇かなと、あとその、火事の表現であるとか、それがちょっと古い絵巻物であったり、そういうそのちょっと日本風な、テイストでぜひやってみたかったもんですからね、自分としては、すごくやれて楽しかったです。日本をテーマにしましょうっていう、ことがなぜ、浮上したのでしょうか。なんとなくその短編の時に僕は日本のやつをやりたいなっていう話をして、その当時クールジャパンとかね、なんか日本を見直そうみたいな話があったんで、日本を過去から未来まで含めて、それをなるべく若い新しいいろんなアニメーションの作家たちに作ってもらおうっていうのがコンセプトです。ショートピース同日公開でですね、ジブリ作品があると思うんですけれども、はい、ちょっと何か意識されてることとかありますか。たまたまそういう風になったんで、あまり意識をね、いやジブリにはかなわないですからね、僕らは僕らで頑張るしかないからみたいなきっといろんな思いを持ったその人間たち、若い作家たちがその日本について、自分たちの思っていること、それを新しい形で僕らが出せるという、本当になんか素晴らしい機会をいただいたので、非常にみんな一生懸命作りましたので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。7月20日に公開になりますショートピースのプロジェクト制作発表は終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。